鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けします。今回のテーマはこちらです。広島市と姉妹友好都市提携を結んでいる都市のことを市民の皆さんにご紹介する広島メッセンジャーというものがあります。ただいま来年のメッセンジャーを募集しているということで、どういうことをするのか取材しました。広島女学院大学4年の横尾桃香です。まず広島メッセンジャーが何をしているのか、こちらをご覧ください。広島市ではご覧の海外6都市と姉妹友好都市提携を結んでおり、この6つの都市を広く市民に紹介し身近に感じてもらうための推進役として、広島メッセンジャーを市民から公募しています。今日は実際に広島メッセンジャーとして活動しているお二人にお話を伺います。カナダモントリオール市担当の鉄村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでどんな活動がありましたか？カナダモントリオールの日というのが7月10日なんですけれども、今年2023年はちょうど姉妹都市提携25周年という大きな節目でもありましたので、イベントを毎年開催している中で、さらにですね、皆さんに参加いただけるような形としてイベントを開催いたしました。カナダのモントリオール、そして住んでいる広島市自体をますます好きになることができました。とても経験し得ること、普段ではですねないことが今回は味わえることができました。そしてドイツハノーバー市担当のクラウスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際にどんな活動をしていますか？ちょっと前、私が公民館でドイツ料理教室は小学生と一緒にやりました。もうちょっとシンプルドイツ料理を作って、みんな食べてた時はの映画は結構印象残ってる。身近なところでできる国際交流、大切ですね。です。子供があまりできない経験だから、初めてでも少しでもやらせたら心が開くと思う。広島メッセンジャーは広島市内に居住または通勤通学している18歳以上の方であれば応募できます。私と同じ大学生の方も活躍しているそうなので、若い方にもチャレンジしてほしいということです。以上、広島メッセンジャーについてお伝えしました。避難所へ GO は、避難情報が発令されたときに最寄りの避難所へのルートを表示できるアプリです。その他にも様々な機能があります。大雨に備え、ぜひダウンロードをお願いします。広島メッセンジャーの活動期間は来年1月1日から12月31日までの1年間で、応募期間は10月31日まで。11月下旬に面接審査があります。詳しくは広島メッセンジャーで検索するか、こちらの QR コードを読み込んでください。皆さんのご応募お待ちしております。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。